キングアブドゥラスタジアムはヨルダンの首都アンワンにある多目的スタジアムである。主にサッカーの試合に用いられる。ヨルダンリーグに所属するアルワフダーとアルヤルムーク FC などがホームスタジアムとして使用しているほか、サッカーヨルダン代表がホームスタジアムとして利用する。1999年に設立された。収容人数は2万人。2000年と2010年に 西アジアサッカー選手権決勝戦の会場となった。2004年には 2006FIFA フフワールドカップアジア予選1次予選で、カタール代表及びラオース代表とヨルダン代表の試合が、2008年には 2010FIFA フフワールドカップアジア予選3次予選でヨルダン代表対韓国代表の試合が開催された。2011年2012年にサッカーシリア代表のホームゲーム開催地として、 利用された実績がある。これは、同国の正常不安のために、国内でのホームゲーム開催が不可能であったためで、2014、FIFA ワールドカップアジア2次予選及び、ロンドンオリンピックサッカーアジア予選最終予選に、利用された。ありがとうございます。